近よく見る不思議なオーラの女優さん。門脇麦。生年月日、1992年8月10日。出身、東京都。身長、160センチメートル。特技、クラシックバレエ、英会話。趣味、料理、ギター、映画鑑賞。ドラマ、映画と出演作が続く新鋭女優、門脇麦。満島ひかりや安藤桜、樋口かな子など演技派が揃う芸能事務所ユマニテに所属している。映画、愛の渦、では大胆濡れ場が話題に。その他、大河ドラマ、八重の桜。映画、闇金牛島くんパート2。フジテレビ系ドラマ、ブラック、プレジデント、などに出演していた。本気で頑張っていたバレエで挫折し芸能界入り。プロのバレリーナを目指し、子供の頃から友達と放課後に遊んだ経験もないほどにレッスンに明け暮れていたが、狭き門の壁にぶつかり挫折。高校時代は将来の夢を模索している状態で、暗黒、だったというが、映画などを見るうちに表現手段としての芝居に興味を持つようになった。2011年にドラマ、岬ナンバーワン。で女優デビュー。東京ガス、の組で竹野内豊と共演し、特技のクラシックバレエを披露した際には、その愛らしい仕草で大きな注目を集めた。注目を浴びたのは体を張った衝撃シーンで話題となった、愛の渦。裏風俗を舞台に人間の剥き出しの欲望を、体当たりかつ滑稽に描いた、愛の渦。過激でリアルな会話と描写を通して人間の性欲に真っ向から挑んだ問題作、愛の渦。2014年3月公開、では主演を池松壮亮が務め、ヒロインを門脇麦が演じた。劇作家の三浦大輔氏が監督も務め、大胆な濡れ場はもちろんのこと、人間描写も役者に求める演技力をとことん追求した作品だった。おとなしそうに見えて肝の据わった演技を見せた。門脇自身、性描写がしっかり書かれている作品はもともと苦手だが、愛の渦の台本を読んだ時に、全くエロじゃない面白さに惹かれ、腹をくくってオーディションに挑んだ。脱ぐだけではなく、地味に見えて性欲が強い女子大生という役柄上、喘ぎ声もポイントだったため、一人カラオケボックスなどで喘ぎ声の練習にも励んだ。この作品では、見事な濡れ場を演じきり、無垢なゆえの色気と思い切った演技力が称賛。横浜映画祭や、キネマ旬報ベスト10などで新人賞にも輝いた。ええ。本人もこの映画については葛藤があったとしながらも、自分にとって間違いなくすごく大きな作品になった、と表現する。暗い役柄が多いが、実際は明るい性格。地味で真面目そうな容姿のため、どこか暗いイメージの役柄が多い。暗くて訳ありな役柄が多いことを指摘されると、そういうイメージですよね。でも、ね赤です。ポジティブ宣言しておきます、と話していた。バレエを諦めて3年ほどは悩んでいる自分に悩み続けていたというが、今では前向きに悩めるようになった。愛の渦、以降、オファーが絶えず。愛の渦、まではオーディションを受けて仕事をしていたが、それ以降はオファーで仕事をもらえるようになった。最後までご視聴いただきありがとうございます。随時更新していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。